明治大学総合数理学部現象数理学科1年生です。明治大学総合数理学部現象数理学科1年生です。ジーマーチ内なら明治大学以外で他にどこか行きたいなって思う場所とかあったりしますか？自分が受験するときには青山学院大学を考えました。私は立教大学の研究内容に興味を惹かれていました。青学と立教大学を志望した理由をお願いします。学ぶ内容が自分がやりたいことに興味があったからです。オープンキャンパスの時に教授の方がすごく親切で研究内容が面白かったからです。ちなみに学ぶ内容ってどういうことが興味を持たれたんですか？金融関係が興味あってその分野を研究してる学部があったのでそこに興味を惹かれました。学歴って必要だと思いますか？ある程度は必要だと思います。私はそこまで必要ではないんじゃないかなって思っています。学歴を必要だと思う理由と必要じゃないと思う理由お願いします。やっぱり就職するときに学校面って大事だと思うからです。私は就職するときでも学歴よりも中身とか人間性の方が大事じゃないかなって思うからです。明治大学が他のマーチより優れてる点とか秀でてる点とかあったりしたらお願いします。中野キャンパスは国際日本学部と一緒なので教職の授業とか取ると様々な人に会えるのでいいと思います。私はいろいろな場所と例えば博物館だったり資料館だったりと提携しているところがあるのでそこがすごく便利だなと思います。明治大学に向けて受験を頑張っている受験生たちにメッセージをお願いします。明治大学たくさんの人がいていろいろな人がいる分いろんな見方とか考え方に出会って学園祭とかとても楽しいのでぜひ明治大学受かるように頑張ってください。教授とか学食の人とかもすごく親切でとてもいい学校だと思うのでぜひ頑張っていらしてください。明治大学総合数理学部センターメディアサイエンス学科2年です。同じく明治大学総合数理学部センターメディアサイエンス学科2年です。マーチの中で明治大学以外で行きたい大学とかありますか？そうですね、僕は立教いいかなと。なぜ立教なんですか？立教なんか文系と理系校舎キャンパス一緒でしかも場所も池袋なんで結構遊びやすいしっていうの結構あるかな。明治は僕は中野なんで規模もちっちゃいし遊ぶにはあんまりいいかなっていう感じですね。自分は青学に行きたいなって思います。なぜ青学に行きたいんですか？バイト先に青学の友達たくさんいるんですけどみんなちょっと楽しそうなんでキャンパスも渋谷で結構いろいろ遊べるなっていうのがあって青学行きたいなって最近は思います。学歴は必要だと思うか必要じゃないと思うかお願いします。企業とかはやっぱり学歴で見ちゃったりするのでまあでもある程度はやっぱ必要なのかなと思いますけど別にどこの大学行っても、まあ、なんか勉強すればやっぱりそれだけ大学しなくても自分で勉強することってやっぱできるんでどうなんですかね。大事っちゃ大事ですけどできることは全然どこでもできるかなというふうに思いますけど。高学歴ってどこからだと思いますか？でも明治はなんか微妙なんじゃないかなってやっぱ見られるのは早稲田と早慶とか最低ラインとして必要だとは思います。明治とかマーチだといい企業からの最低ラインだと思うんでやっぱり高学歴とかだと早慶とか国立大学とかかなと自分は思ってます。明治大学は他のマーチの大学より優れてる点とか秀でてるなって感じるところあったらお願いします。やっぱ学部が多いっていうのがいいかなと。いや、いろんな友達とも出会えるし、まあ、なんか幅広い分野でやっぱやってるので総合数理学部とかも最近の学部でやっぱ結構新しいことやってるんですけどそういうのができたりとかは他の多分大学にはないのかなっていうふうに思います。六大学野球とか見てもらったら分かると思うんですけど明治大学の応援団とかが結構すごいのでキャンパスはたくさんあってあんまみんな近くに普段はいないんですけど明治大学としての団結感はすごいいいのかなっていうふうに思ってます。明治大学に向けて受験頑張ってる受験生にメッセージをお願いします。明治大学はまあ本当浪人生とかもたくさんいるのでもう現役で受かんなくても、まあ、一浪してでもまあ明治に入って結構学ぶこともたくさんあるので諦めずに最後まで明治大学向けて頑張ってほしいです。明治大学が第一志望だとしても第一志望じゃないとしても勉強するにも遊ぶにもその自分が4年間さまざまなことをして過ごせる最高の環境だと思うのでぜひ皆さん最後まで頑張ってください。乃木ファのチャンネル登録お願いします。中野キャンパスとても綺麗なのでおすすめです。自然がたくさんあっていい場所なので、ぜひいらしてください。